はい、NHK をバックワーそういうことで、収録日はですね、4月15日、2023年、令和5年2月、あ、4月15日なんですが、18時44分ですが、この動画はですね、公職選挙法の関係で4月16日のですね、お昼12時にアップロードしておりますので、選挙の投票の呼びかけができる時間帯からスタートしておりますので、合法でございます。 NHK 党党首、そして、政治家女子48党の党首、立花孝志でございます。今回の選挙、私が応援しております候補者にぜひ皆さんの貴重な一票を投じていただきますようお願い申し上げます。で、今日から始まっております統一地方選挙ですね、東京23区中ですね、葛飾区と足立区を除く21区、そして、東京以外にもですね、東京23区以外にも東京とか、そして、埼玉県、神奈川県、千葉県、その他大勢の地域でですね、選挙が大体300ぐらいの市区町村での選挙がスタートいたしました。で、立花孝志がですね、応援しているというか、応援しているのは82名になります。ただ投票をお願いするのは60名ということで、下の説明欄の方に私が投票を依頼している人をですね、書いておりますので、ぜひ投票の方をお願いいたします。で、これは地域の選挙をですね、いわゆる市区町まで、ですね、総はないので、市、もしくはですね、そうか、これあれですね、消しときます。徳島の人はちょっとまだ早いので消しときます。区、東京の23区と市、そして火曜日から1人ね、町の人がいますので町となります。で、まずですね、千代田区、東京の千代田区の方はですね、佐藤沙織さん、33歳か32歳だと思いますが、公認会計士で本当にね、美人で、仕事もできてということで、まずこの千代田区、佐藤沙織さんは自信を持ってお勧めできる候補者でございます。千代田区の方は佐藤沙織と書いていただきたいと思います。これ出てませんが、中央区に関しては豊田理香ちゃん、豊田理香さんという人がですね、立候補しております。東京都中央区になります。都市がまだ彼女27歳ぐらいかな、テレビ局でディレクターをしてたということで、ぜひ中央区の方、豊田理香になります。そして北区はですね、石田みやび、29歳だったと思いますが、早稲田大学卒でですね、この子もいろいろとね、苦労してやってるようです。今回ね、我々の、私と大津さんのナイフに関して非常に、心配かけてしまった子なんですが、非常にね、ポテンシャルも高くていい子だと思います。北区の方は石田みやびお願いいたします。そして、練馬区、松田美希ですね、もともと新宿の区議会議員で、松田渉の奥さんですけども、38歳ぐらいだったと思うんだけど、もうちょっと若いかな。とにかくね、一生懸命今選挙の準備してくれてですね、ご主人も練馬区ということで、ご主人はこのまま、引退というか、すでに辞めておりまして、奥様が地元というか練馬区の方から立候補するという、立候補いたしました松田美希でございます。そして荒川区、夏目亜希ちゃんですね、この彼女はもともとアイドルで、32歳か33歳かもしれませんが、夏目ちゃん、今回は NHK 党ではなくて、次世代荒川というところから出るようなんですが、もう全然仲良くしておりまして、夏目ちゃん、ぜひ応援、投票お願いします。で、順番に行きますと、私が住んでいる港区、田上隼人さん、おじさんなんですけども、田上隼人さん、ここ書いてない人もいます。そこまでね、田上さんがめちゃくちゃ優秀な候補者かっていうと、本人自身もですね、今回の選挙を参加して、次の子供さん娘さんもいらっしゃるようなので、そんな感じです、田上さんはね。で、新宿区、西勝寺新也君、新宿の西勝寺君はずっと鹿児島で頑張ってくれてたんですけども、今回東京に出てきて、好青年ですので、ぜひ新宿、西勝寺新也、よろしくお願いいたします。文京区は古関真嗣さん、正直この方はよくわかりません。誰でも公認してた時に公認、申請が来たので、文京区の古関真嗣さんは僕も、おじいちゃんだったと思うんですけど、あまりぶっちゃけ申し訳ない、応援していないので、文京区に関しては政治家女子の方
名前があの子、名前、文京区の人、名前忘れちゃった。どう忘れちゃったな。顔は出てくるんだけどか。あとね、お子さん、子供さん育てているですね、方がいらっしゃいますので、こっちの22名の方に入っています。まあ僕ね、こういうとこ隠せないので、正直に言うと、ちょっと文京区の小関真嗣さんは頼りないなと思っていて、できたら政治家女子の方の方に応援していただく方がいいかなと思います。後ほど名前で出します。台東区は現職の掛川君ですね。まあ掛川君もこの4年間いろいろとありました。まあ、皆さんの判断にお任せします。もう人間としては僕はもちろん嫌いじゃないんですけども、掛川君もいろいろとあったかなと思っております。現職です。墨田区は小島忠文君。小島君はこれも相当前からですね、2019年の参議院の時から応援してくれてまして、党のね、トラックドライバーです。小島忠文君、男前で、僕は彼、すごく応援しているので、ぜひ、墨田区の方は小島忠文、お願いいたします。そして、品川区は、久保田学ですね。ここか、どっか変えたかな。これね、久保田学君。まあ、彼、参議院選挙もね、出てくれて、5位の成績でですね、今、コールセンター長もやってくれてます。で、いろいろとね、彼のことを、まあ、悪口言う人いるんですけども、全然根はクソ真面目な、横山みどり、ね、こと、久保田学なんですけども、横山みどりの時と、また久保田学としての働き方が全然違います。で、本当に彼は、僕は人間味あふれるいい人間だと思っていてですね、心の底から品川区応援しています。まあ、ネル君との対決になるということで、ぜひね、品川区久保田学よろしくお願いいたします。そして目黒区ですね、川端新地、書いてるかな、川端新地ですね。現職で、頑張ってくれてます。ちなみに久保田君は立川の市議会議員してました。で、川端新地君、目黒区で、まあ、例のね、大津さんとぶつかるところなんですけども、何よりももう川端君、もう本当に、コツ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 とですね、地元の人の声を聞いてくれて、NHK から裁判された人の声も聞きながら、区議会ではね、区議会に対してしっかり NHK 問題をバシバシやってくれている、信用できる人物ですので、目黒区民の皆さん、川端新司に投票いただきたいと思います。そして大田区は、おちくんです。ちょっと漢字が、で出るのかな、おちひろゆきくんです。まあ、おちくんはね、おちくんも2019年から一番まあ僕は当選してほしい人ですね。300万円を出して立候補してくれてですね、3万票超える投票をですね、岡山県で取ってくれました。まあ、おちくんは僕のゴルフのお友達でもありますし、なんていうのかな、ネットのね、環境もよくやってくれる人でですね、本当に、彼、頑張っています。今回の選挙もですね、政治活動も、NHK の3倍料金についてね、蒲田駅前でガンガンこうやってくれて、本当にビビッドに世の中対応できる人だと思っています。中慣れしテレビの方もですね、販売も手伝ってくれています。大田区越智君、心からお勧めできる人物です。で、世田谷区、栗原博之君ですね。まあ、この彼は現職なんですが、正直よくわかりません。栗原君はもう僕は、って感じですね。もうここも正直言っちゃう。ほとんどなんか党の活動にやってくれてるのかなって感じなんですけど、僕はまあ切れない性格なんで、でまあ世田谷区は、吉川蓮見ちゃんがいますので、まあ僕の顔色を見て、ちょっと栗原君本当ちゃんとお仕事してんのとはちょっと思ったりはしてるので、まあ、その辺は皆さんにお任せします。そして渋谷区なんですが、これは井野啓二、バレエ、大好き党から出た井野啓二君がですね、まあ彼も2019年から付き合ってくれていましてですね、まあ渋谷区は、女の子もいるんですけども、井野君が全然、好青年ですので、渋谷区は井野啓二君にお願いいたします。中野区、これは、竹村明弘君、僕と同じ年なんですけども、竹村君現職で、まあずっと毎日ね、駅前に立って活動してるので、竹村君は心配していませんが、中野区の皆さんは竹村明弘、よろしくお願いいたします。そして、杉並区。まあ、これは、政治家女子の女の子が、辞めたので、杉並区は一人だけです。で、梶谷修一さんです。年僕と一緒か一個下ぐらい、一個違いぐらいですね。まあ、梶谷さんはですね、この杉並区の梶谷さんは、僕が2019年の時に選挙に出てくれる人、300万払って選挙に出てくれる人って応募した時に、
もう最初にお電話いただいた人でですね、気は優しくて力持ちって感じの信頼できるおじさんです。ぜひ杉並区の人はですね、梶谷秀一、これ秀和と呼ぶのかもしれません、すいません、梶谷君の方に杉並区の人は投票お願いします。そして豊島区は堀川圭介君、堀川君も選挙を助けてくれてですね、彼も、本当にね、中身がしっかりしてるいいやつですよ。豊島区人として僕は非常に尊敬も信頼もしていますので、豊島区の方、堀川圭介よろしくお願いいたします。そして板橋区、名前書いてませんが、斉藤忠幸君、元 NHK のね、集金に N リンクスからですね、いろいろと内部情報を持ち出してくれて戦ってくれています。斉藤君、ぜひね、板橋区の方、斉藤忠幸君、まだ若いですね、しかもね、斉藤君によろしくお願いいたします。そして江東区は丸吉貴文君、丸吉君はね、ちょっといろいろとこう変わった動きをするんですけども、参政党の沖縄に行ってですね、彼がビラを巻いて神谷宗平君にですね、なんていうのかな、これみたいな感じで相手させたっていうのが僕はすごくてすごいなと思ってて、丸吉君自身は動きは変わってるんですけども、中身しっかりしてる人物なので、江東区の皆さん、丸吉貴文よろしくお願いいたします。江戸川区田中健です。田中君は正直僕の最初の、僕が国会議員だった時の公設秘書で、その借りがあるので田中君は公認してますが、悪いやつじゃないんだけど、仕事ができるかっていうと、って感じです。ここは江戸川区田中健を公認してますが、僕は政治家女子法廷と等の藤田ほのかちゃんの方がいいな。もう言っちゃうのが僕の悪いところで、田中君ごめんね。もうそこは藤田さんの方がちゃんと仕事をしてくれるとは思っています。で、青梅市ですね、熊本愛さん29歳かな、彼女はお母さんと応募してくれてですね、最初政治家女子から行く予定だったんですが、NHK 党からやりたいということで、熊本愛さんも青梅市めっちゃ頑張ってるんで、僕はもう彼女一押しです。全然当選の可能性めっちゃ高いと思いますし、当選したらちゃんと仕事できる女性だと思ってます。青梅市の皆さん、熊本愛よろしくお願いいたします。そして同じく三鷹市、石田沢舞子ちゃん、まだ24歳かもしれません、25歳になったばかりです、なったとしても。石田沢舞子ちゃん、彼女も政治家女子からですね、 NHK 党に乗り換えてやってくれてる子です。よろしくお願いいたします。もうね、本当に、25歳になりたてで一番当選すると最年少議員になるんじゃないですかね。25歳0ヶ月とか1ヶ月とかいう感じでね。非常に明るくて元気な子なので、三鷹市の方、白沢舞子、よろしくお願いいたします。そして、八王子市になります。東京八王子市、片岡正史。片岡くんはね、本当にもう成長してくれましたよね。家にね、悪質な訪問員が来て、彼がこう殴られながらとか胸ぐらつかれな、掴まれながらもね、やってくれてて、心の病を抱えながら、本当ね、片岡君に関しては本当成長したなと思います。今日も一生懸命寒い中、八王子市の駅でね、立って八王子でやってる姿ネットで見ましたけども、本当片岡君はもう一押しというか、若手のね、ホープとして明治大学卒業かな、もうね、彼は本当に僕の言うことをよく聞いてっていうか、僕をちゃんと理解をした上で、こう背中に見てついてきてくれている本当に僕の後継者っていうか息子のような存在ですので、八王子市の方、片岡正史よろしくお願いいたします。そして武蔵野市、菊竹進、彼もですね、よくやってくれました。もう付き合いはまだ短いですけども、山口県のね、下関市に行ってですね、神谷宗平君に一人で、単独でインタビューをしたら答えてくれたと。この菊竹君に関して本当に僕ね、彼は政治家向きなね、本当一本こうなんとかクソ真面目で、曲がったことが嫌いでしっかりと筋を通すやつだと思ってますので、ぜひ武蔵野市の皆さん、菊竹進よろしくお願いいたします。ね、あとね、清洲市、東京都清洲市、小浜智之さん、この方は僕は申し訳ない、全然わからないです、申し訳ないんですが、清洲市、ただ競合がないので、清洲市の方、小浜さんの方に投票よろしくお願いいたします。そして東京都東大和市、前田太一君、
彼はですね、元警察官、神奈川県の警察官かな、あのまだ30歳前後で若くてですね、東大和氏はちょっと政治家出身の女の子と被るんですけども、これ二人ともいい、なんかね、どっちかこれどっちかね、なんか別れてほしかったなと思うんですけども、もちろん、NHK 党ということで前田太一君を応援しております。そして調布氏は柏木義文君、まあ君といっても40代ですね、柏木君で、調布氏、まあ女の子もいるんですけども、もちろん僕はこれ柏木君を応援しております。もちろんというかね、そこまで深い関係ではないですけども、非常に、なんていうのかな、ビジネスマンとしてやってきてる人なので、信頼できる人物だと思っています。国立市上山信孝君、ちょっとこの子はよく分かりません、国立市は被ってないので、もしよろしければ国立市上山信孝君投票お願いします。で、府中市はこれは政治家女子48と、まあ、NHK 党じゃないんですが、古谷麻里奈さん、僕の一部市の女の子なんですけども、まあこの今回のバタバタでですね、彼女も非常に心を痛めてまして、まあ私とね、大津さんがまあ揉めたことによって、まあどっちについていいかわからないというか、まあ上がそれは揉めるとねということで、今回まあかぶりがないので政治家女子48と公認なんですけども、府中市の方は古谷麻里奈さんへ投票よろしくお願いいたします。ここまでは東京都で立候補される30名ですね、私が応援している60名のうち半分は東京都ということになります。神奈川県に参ります。神奈川県藤沢市、十九郎木陽平、藤沢のですね、十九郎木くん、まあ、浜田聡の今議員秘書をしてまして、今回の立候補で議員秘書一旦、辞職になりますが、まあ優秀ですね、男前で気は優しくてね、本当に今彼が白物家電のね担当とメインにしてくれててですね、あと国会で浜田議員の横でフリップ持ったりするのも彼の仕事なんですけど、本当にね信頼できるナイスガイなので、藤沢市の方は十九郎木陽平君、十九郎木君に投票よろしくお願いいたします。で、綾瀬市は荒木康平君っていうのかな、康介君かな、まあ、まあ年齢的にも僕と変わらないんですけども、綾瀬市黒木君、まあそこまで付き合いがないんですが、悪いやつじゃないと思います。そして、同じく神奈川県は横須賀市、中江智也君、30歳ぐらいです。これ斉藤君のお友達で、中江君も非常に好青年で、まあ、前回の政見放送では立花隆の役をね、再現 VTR でやってくれた、中身もしっかりしている本当に好青年というのが僕の印象です。中江智也君、ですね、横須賀市の方は中江智也に投票よろしくお願いいたします。続きまして千葉県に移っていきます。千葉県はですね、まず習志野市、宮城総一、まあ宮城君はホームページの管理をやってくれててですね、本当になんていうのかな、よくここまでついてきてくれたなと、優秀な人物でですね、ちょっとまあアウトサイダー的な感じもあるんですが、宮城君もう全然立場の言う通りガンガンついてきてくれる、人物です。もう8年、彼はね四つ街道の選挙から僕と一緒にやってくれていてですね、信頼できるね、市議会でも現職です、市議会でもね、しっかりとした質問をしてくれています。習志野市民の皆さん、宮城総一よろしくお願いいたします。そしてですね、船橋市、私が8年前に当選した千葉県船橋市、その当時小川祐樹は船橋市の職員でした。で、僕にいろいろとね内部の情報を教えてくれていてですね、今船橋の現職の議員です、小川祐樹で、小川君はね、生活保護の担当をしてくれていてですね、まあ船橋市の職員だった頃ね、今も全国の生活保護受給者、あるいは生活保護になろうかなっていう人たちの電話対応をやってくれてる、本当にね優しい、まあおっさんですよね、もうでもね、小川君も50超えたのかな、早稲田大学法学部卒でですね、本当に頭のいい人物で、僕とねよく2人で飲んだ記憶もあって、よく歴史のね話とかもよくしたことある。最近小川君と2人で飲むことないですけど、まあ本当見た目おっちゃんですけど中身めっちゃいいやつなんで、船橋市の方はですね、まあ政治家女子甲斐幸ちゃんもいるんですけども、もう僕はもう小川祐樹に投票してくださいということを心から、まあ、甲斐幸ちゃんも悪い子じゃないですよ、めっちゃいい子ですよ、ただ小川祐樹によろしくお願いいたします。
ね、同じく千葉県は流山市の現職、千葉はだから3人現職ですね、大野富雄君。で、大野君は、まあ、彼もね、もともと共産党の家庭に生まれて、まあ、4年前から、もうちょっと前からやってくれてて、よくね、流山市前回当選したなと思ってます。で、NHK 問題ももう一生懸命やってくれてるので、ぜひね、流山市は大野富雄君、よろしくお願いいたします。そして最後、千葉県はですね、市川市。これは宮内俊君が立候補しております。宮内君は、それまで八千代市、千代田市、八千代市か。八千代市の議員をしてたんですが、まあ、昨年12月の選挙で、ちょっとまあ、落選をしてですね、市川市の方に移り住んでですね、リベンジということで、まあ、もともとここは佐々木君というのが4年前に当選したんですが、まあ、佐々木君は、まあ、奥さんも当選して、補欠選挙で奥さん当選して、まあ、本人は政治家向いてないということで、喧嘩別れしたわけじゃなくて、まあ、任期満了までやったらいいんじゃないのということで、佐々木君の代わりに、というか、宮内俊君が立候補しております。市川市の方は宮内俊君、よろしくお願いいたします。埼玉県に参ります、川越市、本田幸久君ですね。まあ、本田君はよくね、電話対応してくれていまして、コールセンターの電話を余った時に、とか、一般の時に受けてくれていてですね、そんなに付き合いは長くないですが、本田君、信頼できる人物だと思っています。川越市民の皆さん、本田幸久、よろしくお願いいたします。そして、川口市は、塩田和久、現職で、彼は新座市でも議員をしていましたので、議員経験長いです。僕もね、彼に言われたらラジオ出演とかも言ってるぐらい仲良しなんで、川口市の人はですね、塩田和久、よろしくお願いいたします。そして越谷市は山田君ですね、山田新一君、初めて立候補ですけども、越谷市、まあ、山田君も本当にいいやつね、最初怪しいかなと思って僕ね、彼のことも結構こう叩いたんですけど、本当にいいやつですね。とにかく今も一生懸命政治活動をやり続けてですね、本当に NHK の被害者を守ろうという思いが一番強いやつかもしれません。越谷市の方は山田新一によろしく投票をお願いいたします。そして、埼玉県和光市、船橋夢と、実は僕よりも船橋君が年上なんですよね。で、ガーシー党を作ってですね、夏の選挙頑張ってくれて、ちょっと変わり者ですけども、いいやつです。和光市の方は船橋夢とよろしくお願いいたします。ここまでが県単位に行きましたけども、この後は別の都道府県というところで、まあ、東京、まあ、東京